はい、こんにちは、グリードです。今の COD って凄まじい数の武器があり、多すぎるぐらいのアタッチメントがあって自由にカスタマイズできるじゃないですか。なのでこのガンスミスを存分に楽しむべきだと思うんですよね。っていうのもやっぱりね、コメントでね、一番よく聞かれるのがどれ使ったらいいですか、最強はどれですかみたいな質問がやっぱり多くて、まあもちろんね、聞きたい気持ちももちろん十分わかるんだけど、今の COD ってね、わりかしそのどんな武器どんなカスタムでもほとんど戦えるんですよ。このカスタムにしないと勝てないってことは基本的にないから、そこはね、今の COD のいいとこだと思うから、今回はね、そんな風に思ってる今の僕が作ったカスタム3選紹介します。めちゃくちゃよく使ってる。最近はこの3つばっかり使ってます。で、次の COD、モダン3は、今のモダン2の武器が引き継ぎできるっていうのが発表されてるので、次回作でも使えるカスタムをご用意しました。まずアサルトライフル M4 からですね。見てください、この渋くてめちゃくちゃかっこよくないですか。もうほんとこれ一番今使ってると思う。こちらのカスタムは YouTube でアメリカ軍の射撃訓練動画で使われてたカスタムを再現しました。リアルの世界の話ね。リアル米軍の方が使ってるカスタムを再現できるっていうのにちょっと自分は驚いたんだけど、もう完全再現ですよ。まあカスタムはこんな感じになっております。その射撃訓練の動画ではこっちも使われてたかな、ハイブリッドサイト。ちなみに僕もこっちもよく使ってる。なかなか広いマップではね、かなり切り替えて戦えるから、あとめちゃくちゃかっこいいです。ほんと最近これ大好き。カスタマイズは完全に見た目だけで選んだんだけど、思った以上に使いやすいし強いから、ほんとこれめっちゃおすすめです。次 SMG ですね。バスピー、ベスピー、どっちが読み方、 SMG。こちらはね、こんな感じのカスタムになってるんだけど、これはね、映画ジョンウィックで使われてたカスタムを再現しました。まあ最近ね、新作映画出たりもしてるから、まあワンチャン COD とコラボするんじゃないかって予想してるんですけどね。これも使いやすさ、見やすさ、見た目ともに、もう90点以上のカスタムになっております。意外とね、この SMG にサイトっていうのがかなり相性いいんだよね。最後にスナイパーライフルですね。こちらインターベーション旧モダン2でかなりファンの人が多いと思うんだけど、カスタムはこんな感じです。もう最近はスナイパー使うならこれって感じだね。ちなみに見た目をね、完全に昔のモダン2にしたい場合はこのバレルを外して、まあ、この辺でストックとかで変えてエイム速度を上げた状態にすれば、これで昔のインターベの見た目にかなり近づきますね。さあやってこう。いいね、このマップにこの迷彩かなり相性いいんじゃないですか。一旦右レーンから攻めますよ。正面っぽい、正面だね。ワンダウン、なんかレーザー見えるからこの辺いるんじゃないかなと思うんですけど、どうですか。一旦前押さえて、こっちは右クリアリングしようか。左流れてるね。よし、で今日打ち上げ、おし、一旦 UAV腰打ちで。意外と腰打ちも当たる。で、もう一枚来てんね。これ上登ったかな？上だ。OK、スナイパーだったね。で、もう一人、一枚削っておいて、先にそっちやってから内側やりに行く。OK。ずっと B 前を押さえてるから、この調子で行こうか。で、で、お、びっくりした、味方が。一旦ね、一旦ここ下がるの大事。ナイス。時には下がるの大事で、前に V トール落とすでしょ。正面確認できました。 OK、 ここマジで強い。で、 V トール出して、 V トールじゃアドバンスを出す。で、ここで上がるのよ。で、今倒した敵たちは僕がさっきのポジションにいると思ってるかもしんないから、よしよしよし、どうだ、僕の V トール落としてるな。やらせませんよ。オッケー、オッケー。もうここまで来たらね、コンビネーションはもう定番のコンボよね。V トール落とす敵を削って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 、多分これ外周枠からここの頭なし入ろうか。定番ポジションで奥脇、いや倒せないか今の。ナイス、
このゲームマジ唯一許せないのは V トロが落ちてくるところやな、本当に。ナイス、ジャンプ打ち。ああ、もうこれもうコンボ入っちゃいましたね、これね。ほぼほぼハメ状態だね。なかなかこっから敵出るの難しいんじゃないかな。一枚逃し、うん、OK、 ナイス、リロード。リロードするだけで楽しい。そこもいける、まだいけるよ。ほら、あんな頭なしも余裕余裕。久しぶりにシップメント来たね。シップメントじゃないか、シュートハウスか。バラクリア、オッケー、トゥーダウン。そろそろ下来てそう。ここは近距離戦をハンドガンに切り替えて。あれはちょっと難しいな。リスポーン変わりましたね、これ。オッケー、アルファ分け了解。1点クリア。左出てくるかな。一旦あれ倒してからにしようか。ワンダウン。UAV出しようか。ゆっくりクリアリングしていこうか。全員右っぽいな。こっから B 地点って撃てたかな。ナイスワン。OK。左冷たいね。前で好きちゃった。フラッシュ、スタンしっかり当ててからフラッシュ言うてスタン当ててとか、これ多分スタンですね。もう投げてから物が変わっとるって。はい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 、フラグ当たってる。やっぱフラグ天才だな僕。なんでこんなフラグ当たるのか自分でもわからないんだよな。オッケー、アドバンス指出た。オッケー、いいね。そこもやっちゃおうか。味方が後ろ取ってくれてるから僕前上がろう。マジか、今の負ける。お、いいジャンプ。いや、当たってはいるかな。よし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 。さあ、これまたさっきと同じパターンだ。アドバンス出して V トロ落とす敵をもう狩りに行くよ。はいはいはい、ハンドガン、はい。はい。はぁ、ちょっと待って。何今日。何これ。え、こんなことってそう起きるかな。え、これ A 側に落とすでしょ。あ、B 取られてるね。え、ちょっと待って、今日何これ何これ何これ。なんでこんな V 取るに殺されるんだ。いや、いいでしょ、これ。この、なんだろうな、M4、いわゆる競技シーンで使うようなガチカスタムにするとね、こんな動けないんだよね、正直。スピード感、ないというか。結構しっかりとした AR みたいな銃になるから、公開マッチで使うには割かしこれほんといいんだよな。よーし。指獲得。これ B に当たります。どこ行っちゃった。はい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 。はい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 、ハンドガンも強い。はい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 、おお、味方の V トルは仕事するんだ。味方の V トルはちゃんと敵を倒す。うまいよ。こうキルして引いて、キルして引いて。いや、あの頭らしは厳しいかなと思ったけど、いけちゃったな。おお、マジか。2回クリアニング、 OK。 ハンドガン、いや、モダンザハンドガン強いのいいね、ほんと。最近2019やったんだけど、モダン、まあ、前作ね。ハンドガンがびっくりするぐらい弱くて本当に驚いた。サブアームとしてあんま使えなかったね。正直、ナイフ持ってた方がまだマシだったぐらい。まあ、3点バーストのハンドガンは強かったか。多分これこっち脇だな。いや、いいね。いや、ほんと楽しい、この武器。ほんと楽しい。
Let's go! Let's go! Let's go! 投げもんだけ注意。一旦前やろうか。取っちゃうよ。OK。センター ?B、B は止める。B 止めて。勝てちゃう。6発でしっかりと。当たらないけどいると思う。これは勘ですね。よーし。61。さあ、お次はちょっと SMG 使っていこうかな。おお、おお、あ、マジ生きた。俺生きたの、やばい。いや、ほんとね、僕も、皆さんもこう、SMG に斎藤いらんやろって思う方多いと思うんですが、まあ僕も最初そうだったんだけど、なんかこの武器に関してはね、まあついてた方がかっこいいし、ついてた方がなんか狙いやすい気がするんだよな。気がするだけかもしれんけど。という距離も倒しちゃうよ。それセンター来てない？もう一人いたはず。 OK、 うまい。これ握ったと見せかけてもう一回行ってグレ投げてる間にいや倒しちゃうという感じですよ。ほらね、マジでね、こう見た目だけじゃないんですよこれ。来い、よし、来い、よしね、いいでしょこれ。いいね、ほんといいの。ほんとに、ほんとにいい。あんま使ってる人いないんだけどね、これ、この武器。やばい、これはもうエリア変わるから逃げようかな。うわー。やっぱね、街弱いんだよ、このゲームは。うん。マジで飛び出した方が強い。まあ、少し前の COD からそうなんだけど。基本的にね、まあ、ゲームの仕様上というか、こう、飛び出した方が、なんか処理的な問題で、よいしょ、まあ、有利だったりするんですけど、まあ、理由として、なんか飛び出された側は、その、映ってる映像がちょっと前だったりするんだよね。今はどうかわからないけど。ちょっと前はそうだった。でも今もそうだと思うな。アドバンス、ええ、アドバンス2個目出たんだけど。え、アドバンス出てる間に2個目。えこれやばい。え、これやばい。ガチ最速かもしれん。これ今までにないかも。アドバンス出てる間にアドバンス出すのはほんと初めてかもしれん。これ無敵やな、もう。危ねえ。ま、今、待とうとしちゃった。待とうとすると死ぬ。ああ、嘘！飛び出しても死ぬ。お、やりきれなかったが、こっちには、VTOLもアドバンスも出ております。押し打ちから入って、ちょっと回復待とうかな。OK。これはもうしゃあないね。これはバランスというか、チーム分けの問題もあるかもしれん。で、その、日本のなんかコミュニティは昔からこう、中抜けは絶対悪だ、やめろ、みたいな、こういう風潮があるんですけど、僕の意見としては、もう全然途中抜けはしていいと思います。海外とかもうガンガン抜けまくるからね、基本的に。まあでもそれは、この、今やってるモードもだけど、基本的にカジュアルモードだから、もちろんランクモードで抜けるっていうのは途中参加がないから、まあかなり抜けられた側は厳しいと思うから、そこはね、ランクは抜けないでほしいんだけど、普通のカジュアルモードは全然抜けていいと思いますよ。ね、人もすぐ入ってくるし、まあこういう試合みたいにチーム分けがひどかったりする時もあるし、ね、そういう試合で初心者さんがもう無理に最後までやっても苦しいだけだし、このゲーム嫌いになっちゃうから、全然抜けていいと思います。ね、あと、トイレしたいとか、体調が悪いとか全然あると思うんで、全然カジュアルなんてそれぐらい気楽にやっていいと思いますよ、本当に。だから僕もなんか普通にトイレ行きたい時とか全然抜けるし、ね、試合が一方的すぎたりとかしたら全然抜けることあるから、全然抜けていいと思うよ、本当に。カジュアルはね、気楽にやりましょう、気楽に。カジュアルなんだからね。はい、というわけでお疲れ様でした。ちょっとね、10月アメリカに行ってきます。まあなんでというのはそうですね、まあ時期的にさせていただければなと思います。それでは、また次の動画で。バイバイ。